あと10万5位、うん、5位、4分です。ということで、8月21日は何の日でしょうか。デビュー日。デビュー日です。目次でもあるように、はい、最初はこう僕たちデビュー1周年ということでね、プレゼント交換を始めます。やったー。まあ金額をねある程度決めて、はい、今回の金額っていうのを決めて、ちょっとみんなでね同じような値段のものを買ってきました。買ってきました。ってな感じで、はい、やきつかったな。難しい、まあ、どうでした。きつかった。だってさ、あのメンバー決まってないでみんなに勝つのに、そうそうそう、だからさ、5人のことを思って、そう、うるさい、めっちゃ迷った。俺マジ自信あるわ。マジ俺マジ、俺めっちゃ意味あるよ。え、俺マジで自信ある。りょうすけどうだった。うん、俺も悩んだよ。うわぁ、俺りょうすけ即決そうな気するな。いや、俺もなんか適当にそうなやつ買ってた。いいじゃん。え、意外と迷ってた。意外と何回も何回もサメに構えてた。いや、俺の予想サメなんでもサメ。うわ、何でもサメやん。でも、それは誰が誰やよ、そこでも。さあ、どういう感じで回していくかというと、はい、はい、あ、僕たち袋入ってるんですけど、ちょっと約2名だけ、はい、あの袋をレジでちょっといらないですと謎に言ってしまってるし、もうブツが丸見えの状態で回すのはちょっとネタバレになるから、はい、これがだから代わりってことでね、うん、代わりで、まあ、僕たちも用意してるんで、はい、回していきますか。ヨガヨくん、あ、一個だったら全員一緒だと、なんか ずっと同じ流れでさ、あ、確かに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 、順番が変わんないから、じゃあ一個ずつ、一個ずついこう。ミルク、スタート。おい、はい、当たってよ。あ、でも、なんか、まあ、結構、まあ、結構、ガチ流れるから、ミルクは、惜しい。おい、おい、いや、パフォーマンスの時絶対ご飯食うじゃん、うん、で箸使ってもらって、うん、熱い思いで、その使う時にこう元気に育ちますようにっていう思いを込めて、この黒ヨガのね、この黒を選んで、いい子だ、うわいい子だ、だから、ね、俺をこう元気にこう思い出しながら、いいやん、前走ってたなんかね、いや、前橋俺もでいいわ、いいね、だって俺使ってる箸今100均だもんでしょ、うん、楽いいんすか、こんな、え、これは嬉しい、やったー、よかった、これ楽しい、やったー、嬉しい、ありがとうございます。ヨガヨくん、アスカアスない、アス、まあセンスどれくらいか、それじゃあアスめっちゃ考えてくれそう、お願いします。また手込みしょ、違うことでもいいけど、あ、重い、結構重い、重い、やばい、めっちゃ楽しい、開けさせていただきます。はい、はい、おー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 、
ミの詰め合わせセットでございます。グミのグミ、これ岩田さんよく見るやん。マジでちっちゃい頃さあったやん、こういうグミ。食べたこともない。いい、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。いや、ないだろ、特にこれは、あの、シンプルに俺も欲しかったっていう。自分がもらって嬉しいもの、自分がもらって嬉しいものを詰め込みました。すごい。ヨガヨくん、一気に俺飛ぶよ、そっから。こうか、こうこうこうね。そうですね。じゃあ、俺のプレゼントまでミュージック重いスタート。重い、重みが重いました。重い、重みがやっぱ感じほしいね、これ。あ、マジで重い。リンゴぐらい、リンゴ。あ、いいかもね、やってない、リンゴやっとくね。重いのね。重い、取らないんじゃない、取っていいの。これはまさか、せーの、はい。何これ、それさ、それさ、あれやん、あの、いい匂いするやつ。これ、香りがするやつなんですけど、これなんていうんですかね、ワックジャスミン。なんか部屋に置いとくと、匂い変わる。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。うわ、高い匂いする。あ、こういうのマジ欲しい。あ、いやさ、俺、でかいやつ使ってるよ。あ、自分が、あの、棒のやつ。あ、それめっちゃいいよ。今回はこれでよ。めっちゃいいです。え、チョイスよくない？なんでめっちゃいいの、この値段で。ヨガヨくん、あの、ないんで。あ、欲しいよね。代行、代行はね、これで、まあ、まだとなんか。みんな欲しいよね、俺は。俺はベレーのランバーやっちゃう。これ、これ、これってんのか。え、うわ、え、重そう、結構。重量感あるのかな。じゃあ、いらないで。欲しかったよね、俺。はい、欲しいっす。めっちゃ欲しいっす。お渡します。何、じゃ一回切る感じ。いや、ごめん、俺嬉しいわ。めっちゃ嬉しい。欲しかったかもしれない。あ、え、いやー、めっちゃ嬉しい。これ歯ブラシや、ほら歯ブラシや、これほら。え、すごっ。え、いいよ。え、なにこれ、髪の毛みんな使うかなと思ったし。いや、永遠だよ、めっちゃいい。もうめっちゃいいよ、これ。なんなら一番センスはなんかある。これはちょっとやられた。これ、これ正直、あぁ、正直ごめんね、まず正直なんですけど、まだごめん。ごめん、お前来たら落としすぎだから。ごめん、俺一番ゴミ。ヨガヤくん、両手かなって言ったら、リルあったり、遠征とかあったりしたら、こっちが使えるよ。いいよ、持ってけばいいよ。よし、こんなん吸ってんの、すごいやん。アミノ酸はあれ、ごめん、サメとか言ってごめん、ありがとう。サメの人。嬉しい、意外と嬉しい。ヨガヨくん、じゃあ、ラスト、セタロバレボインへ。おぉ、何だっけ。お、やばしね。こちら、これです。一緒に、一緒に、あれだな。一生使います。ここに上げてみたい。なくなることないから、俺。一生使う。お、一生使う。一生。一生もの。一生までいる、それ。かっこいいち。おぉ。え、何系だろう。何、君は何回使った。僕たち1回。僕たち1回ですね。1回ですね。B1。B3 だった！B3 って何やった？B1 なんですよ。B3 って何や。結構ひらめいたでしょ。俺ちょっと予想できたかもしれない。まあでも予想できてよ、こうなってたらもう。ね、やりたいことがあったの。あ、さ、みんなさ、6人いるじゃん。6人のキャラっていうか、キャラを上げたかった。あ、いなかった。あ、なるほどね。だから俺はもうそっちに走るしかなかった。走ったの。え、のものがこちらですかね。え、なになになに、気になるの。見せて。やったー。何これ、見せて。Yes!
あ、いいよ。三重式だ。もういいね。あ、曲がっちゃう。来た。わ、いいね。いいじゃん。これ嬉しい。これおもろいわ。これ嬉しい。これいいね。いっぱいあったんですよ。種類がめっちゃ。これ普段こういうの使わないからさ。アニメもあるし。キャラもあるし、で、そこで考えたのに、あの動物にしようかなって。あ、みんなのサメとオオカミやったけど、それがなかった。くそー、マジか。サメとオオカミなくてそうなった。ヨガヤくん、はい、だからプレゼント交換終わりました。はい、まあ、あとはちょっと盛り上がりすぎたんで、思い出トークをね、ちょちょだろう。はい、いいよ。いきます。はい、でい、よっ、何、びっくりしたこと。びっくりしたこと、うわ、なんだろう、びっくりしたこと。めっちゃ、超ちっちゃい、うん、めっちゃ正解の家族に似てた。おい、あー、似てみた。俺、あの、ファイナルの時に上上がったの、2階、2階席、まあまあ、そうそうそう、その時に、お母さんがいたの、うん、で、あの、まあ、直接挨拶できなかったんだけど、パッて見て、マジで似てた。あとさ、めっちゃびっくりされたって言われた、シオンとか。やっぱり似すぎて、めっちゃびっくりした。あと、おじいちゃんおばあちゃんにまたことあるの、あの、学園生やつだった。あー、なんで、マジで似てる、めっちゃびっくり。俺のびっくりしたことやん。逆に、サッカー関係、ごめんから俺にやん。なんかある、よかったびっくりしたこと。マジでごめん、むずいわ、出会ってからとか。あ、いや、全然いこう、もういいよ。足ゆき、めちゃめちゃ上げそうだったのに、上げそうだなって思ってたの、クロールしかいない。あー、なんかさ、アクセルってめっちゃ不気味だもんね。なんか、俺水泳部かと思うけど、マジで泳ぎそうなんで。確かに泳ぎさん無理でしょ。25メートルがギリギリって傾っちゃった。いや、あの、俺ね、マジ、息継ぎができないよ。俺マジ、想像しただけだよ、ワイプね。25メートル、うん、逆にどうなのね。いくぜ。はい、ピピピピピ2マジ、あ、はい、あ、万全ね。はいはい、えー、いっぱいあるんじゃないの。ボンボンボン、何なの。あの、まず、共同生活から。いや、共同生活、まあ、いろいろさ、まあ、あったけど、でもやっぱり、みんなと生活してるとさ、やっぱ楽しかった。なんか、料理とか最初の人が作ってたじゃん。そう。もう楽しかった。あー、ナポリタン食ったしな。みんなでカレー作ったしな。カルボナーラ。カルボナーラ。ライブ肉とさ。圧のカルボナーラ。あ、一番最初の一番最初の。十分圧がでも、俺、全然ないカルボナーラ。もう、じゃあ、俺、買い物に時間かかったよ。組がさ、もう早く作っちゃったから、俺らも早く帰れないと思ったけど、全然わかんない。確かに楽しかったね。あとはディズニーかな。ディズニーも楽しかったね。 あれ、ランドだっけ、ランド、ランドか、ランドか、ね、うわぁ、ちょっと出るかわかんないけど、これ出してるかわかんないけど、自分ちょっとね、あの、バーベキュー。あぁ、あぁ、バーベキューだってもう途中からバド初めて。あ、俺とフリスビー。あ、フリスビー。出ますけど今のところ。ぶっちゃけ。歌うんだよ。じゃあ6を出します、僕は。ちょこちゃって。おお、これから頑張りたいのか。あ、いいね。あ、最後いいね。頑張りたいね。あ、これからでしょ。やっぱり、6人で、たくさんの人で、モンスターたちを楽しませることで。あ、おお。これと言えるもんない。全員の意見が合致しちゃったよ、それ。そうっすよ、合致しちゃった。まあ、そうね。ピンときすぎて、他に喋ることないもん、マジで。デビューは一瞬。デビューは一瞬。一瞬です。結成はまだ、ちょっと、あと。もう、それちょっと、俺、ちょっと、プンって思ったことあるんだけど、あの、結成は10月1日、ヨガ4なの。はいはい、ヨガ4時代。でも、6人で初めてステージ立ったのは25日。12月7日。12月25日。で、移行するってこと、そっちに日付を。わかんない。どう、いや、な、いや、確かにね、そう、芸は分けた方がいい。分けた方がいいかな。6人でステージ立った日っていう記念日。そう。あ、そう、これで。ヨガヨガ誕生した日。ああ、いいね。そうだね。はい、ということで、はい、だいぶ話しましたね。ね。はい、はい。そして、プレゼントも皆さんもらったと思うんで、そうですよ。ちょっとこれ、大事にしましょう。大切に。はい、大事にします。まあ、あの、デビュー2周年の時にも、またこのプレゼントを持って、また再、最下位集まり。あ、これ持って集まるので新しいやつと交換。おい、りょうすけ、あれくさないよ。おい、食べちゃうよ。まあ2周年は2周年でまたこれじゃない、何か新しい企画もやるかもしれないんで、まあ皆様これからも末永くよろしくお願いします。お願いします。以上、ヨガ